カレー鍋の一例カレー鍋は、和風だしに、カレーのスパイスを効かせたスープを使った鍋料理の一つである。具材にこれといった決まりはなく、通常鍋物の具材に用いるようなもの、あるいはカレーライスの具材に用いるものであれば、対外の食材とは相性が良い。ただし、キムチのようにそれ自体が強烈な味わいを持つものや、カレーにより繊細な風味を損なう、 恐れのある食材は不向きとされる。また、通常の鍋物にはまず用いないチーズを用いることも、ある。また、カレー鍋をさらに、インド風に仕上げた、インドカレー鍋を提供しているインド料理店もある。昭和40年代、カレー鍋専門店、大阪カレー鍋ダイニングキシンゲン、豆芝カレー、の、初代オーナーが、うどん好き割烹店に勤務していた頃に考案し、 自身が独立した店で、うどん好きの代わり出しで提供したのが始まりとされる。メディアでは和風居酒屋、食い切り酒場電信餅をカレー鍋発祥の店として紹介している。もともとは関西うどん店のまかない料理とされるが、大阪のうどん屋では鍋焼きカレーうどんというメニューが昔からあり、余り物の,の食材を使い手間のかからない定番まかない料理であった。 大阪のカレー鍋専門店では、南千葉の宮上屋本店が専門店では、初のお店で創業は、平成17年で当初カレー鍋専門店は大阪にはなかった。家庭ではだし汁にカレールー、醤油や酒、その他の香辛料などを加えることで、鍋のベースが作れる。また、2007年からは、食品メーカー各社から、主婦の意見を取り入れ家庭向けに、 マイルドな味に仕上げた濃縮鍋つゆも市販されている。いずれの場合も出汁の旨味とスパイスが重要となる。2009年10月に大阪市でカレー鍋専門店、大阪カレー鍋ダイニングキシン園、行政書士、ティーラックホーム事務所を営む者が、カレー鍋の文字を含む商標に対し、カレー味の鍋料理を主とする飲食物の提供を指定した登録を受けた。 ありがとうございます。